野井ひろさんですと、はい、宮下教授、小暮様、こんにちは。初めて質問させていただきます。いつも楽しく動画を拝見しております。平均スコア80、はい、ヘッドスピード46の実力です。うまいですよ。プロゴルファーのスイング切り返しをよく見ると、シャフトが一旦後方に倒れる選手が多いことに気づき、シャフトが倒れた後は手元が体に引きつけられ、そこからクラブヘッドが強烈に加速しながら降りてきます。実はこのシャフトを後方に倒す動作は、クラブにきっちりと仕事をさせるための秘密が隠されているらしいのですが、プレーン上を完璧になぞって下ろすよりも、グリップエンドを下げて、下げて上げる動きを入れて下ろす方が小さな力で済み、フェイスターンが自然に起こってボールも捕まるらしく、これをパッシブトルクというようですが、ジャンボ店の皆様は、このパッシブトルクについてどのように考えていますでしょうか。マキロイや DJ もこのような動きをしているように見えます。長文になり申し訳ありませんが、ご意見をお聞かせいただけたら幸いです。よろしくお願いします。私も競争会員になりたいですということですけど、パッシブトルクね、今言ってるけどね、ちょっと痛い、タイム、ということでパッシブトルクのことが来ましたけど、はい、あれはもうただ単にクラブのこと言ってるんでしょ。はい、あ、サビちゃん、サビちゃん、サビちゃん、まあ、いや、これこれ気になる。要はこうなったの、こう一回寝たのを手元を低くすればクラブが勝手にこうなるでしょっていうのがパッシブなんだけど、あの うちではあの意識してないですね、それはね。はい、まずクラブヘッドを、あの多分見てもらえば分かるけど、プロたちはあの滑らか、入射角度が滑らかに入ってきてるけども、この運動を起こさせるためにクラブヘッドをあの手元を上に向けてることはないから、うん、こうやってこうなった状態で手元を低くこう下に持ってきたら、うん、勝手に起き上がるっていうのがクラブが動くっていう動きらしいんだけど、それをパッシブトルクって言うんだけど、うん、その動きは多分そういう教える人いるんだけど、おそらくプロの中でその意識でやってる人はいないと思う。うん、はい、お疲れ様でした。僕もそう思います。基本的にはいないと思う。必然的にそうなってるのる人はいるけども、クラブヘッドを寝かしておいてから、はい、お疲れ様、寝かせようっていう人は絶対にいないと思う。だから今川岸さんがさ、それやろうとしてさ、シャンクしまくってんじゃん。そんなこと言っちゃっていいの？そんなこと言っちゃっていい？いや、シャンクだってシャンクしてんだもん。まあ、宮下さんは言う分にはいいから。いや、だからそれ川岸さんも金子さんも言ってたけど、やっぱりクラブヘッドをこうやって立ててはいない、これ立ってはいないと思うんだけど、うん、みんなイメージするの、このイメージをしすぎなのよ、うんうんうん、こうやって手元下げたらこうやってクラブヘッドこうやって勝手に立ってくるからってやるんだけど、そうじゃないでしょ、うん、クラブが動きするわけじゃなくて、体がそうやって動いてクラブがただついてくるだけの話なんだから、それは勝手に起こるものだって、自分の意識の中でやるもんじゃないの。プロたちはそれが勝手に体を使うことによってできるから、そういうふうに見える。だから多分現象を説明してるだけなんだと思うんだけど、そのパッシブってやつはね。だからアマチュアの人が一回落としてからやろうなんて、アホかって言いたいの、俺は。お疲れ様でした。ちょっとだけ聞いていいですか？渋滞してて。うん、どうぞ。あ、渋滞は俺に任せて。どうしよう、もう渋滞は俺に任せて。めっちゃ、こんな混むもんですか？しょうがないな、土日は。土日混むの？半端ねえから。土日こそ混みます？半端ねえんだから。あ、そう。昨日はなんか自己渋滞みたいな感じで。事故？そうです、昨日土日だけはね。でも今日はなんか、なんでなんで。うわ、また増えてるよ。やばいなって。帰るしかないかな。ことでどうしようか、これ回答。今これも今ちょっと待って、宮下さんのと合ってますよ。あの意識してやるもんじゃないから、本当にだよね。うん、意識したら、スイングをだからパッシブトルク意識して練習、形作るそのあれが一番良くないの。はい、これだから言ったじゃん、川岸さんがシャンクするって、うん、そ、川岸さん見て見ることねえから別にいいんだけど、これ今帰ったらこの区間22分で行けるのよ、うん、だからこっちまで来てないから
あ、まだいいですか。まだ大丈夫。それずっと何度見てる。これ普通に見てます。あー、わかる。いつもいれば平気です。この間がほら、明治が7分、6分、4分、5分だから。あ、じゃあまだ今行けば大丈夫。よし、じゃあ行きます。うん。これだって400円払ってんだから。そうですよね。あ、400円だから俺払ってないけど出るよ。大丈夫、とりあえず買います。そう、今行ったら大丈夫。とりあえず今買います。少し、少し耐えて。少し耐えます。少し耐えて。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。ということで、基本的には滑らかに入ってくる、あ、プロたちは滑らかに入ってくるから、うん、そういう動きが勝手にできてるんだと。あのこっちを意識して作るんだったら、これ分かんない、ね、あの体の動きが良くなったらなるもの。そうでしょ。そうそう、簡単に言うとね、体の動きと、うん、あのその上手の動きがこう本当に脱力していい動きになったら、勝手にこういう動きになるっていう、うん、ことだよね。だからさ、そう考えたらさ、アマチュアの方っていう言い方したっていい、宮下さんもそうだけど、もともとさ、腕力って力みすぎなんだよ。全然力んでない。いやいやいや、ちょっとアマチュアの気持ちになって、俺が言いたいこと分かるでしょ。全然力んでない。お疲れ様。はい、お疲れ様。だから、そのガッて握りすぎなんだって。いや、全然握ってないよ。だから、ちょっと、宮下さんは個人の話じゃなくて、うん、じゃあなんであの動き、何があの動きで、いや、だからそれこそ俺のあの考え方を言うんだったら、これよ、おトンカチよ、ほう、トンカチをいかにボールにぶつけるか、こういうことよ、うん、これね、うん、これをいかにボールに、ここのボールにぶつけるか、こうやってやったら力入んないでしょ、はあはあはあ、これをただ単に、この溜めといたものを最後にパーンって解放すれば何歩でも力入るわけでしょ。ね、いやこれパッシブ関係ないんだけど関係ないんだけどっていうことで、まあパッシブはいいかな。あのあんまりプロの中で意識してやってる人はいないよね。ということでいいかな、野木さん、まあ、初めての質問でちょっとこれあの、ね、あの難しいというか、うちでその意識でクラブを寝かしてから起こすっていうか、勝手に起きてくるっていう、考え方でやってるプロはいないんで、そういう回答だけにしときますということでいいかな、うん、僕ね、ジャモさんの前でね、あのこういう風にやったらね、まあ、お前何だったの、もうバカなことか、多分もうこれもしかしたら、ね、うん、力のない人ができたら多分すごいいいんだと思うんだけど、うん、っていう言い方にしとこうかな。クラブがだから勝手に動いてくれるっていう、まあでもこれやるためには手元がすげえ低くなきゃできないっていうこと言うとこうかな。まあいろいろって無理ですよ、任せますよ、もう手元が膝ぐらい、これじゃあのできないよって待って、こんなとこで振ってる人は絶対一生できないですよって言うとこうか。悪いっすよ、ね、でもパシブトルクで怒り出してるでしょ。いや怒り出してないけど、いやあのクラブの動きをするにはもうそういう、もうそのくらい高いところにあの手元をクッと引くってこと、うん、だから自然にゴルフやってる人たちはある程度の上手い人たちはできてん、勝手にできてんだよ、その動き自体は。でもあのその有名なプロたちは手元がやっぱりこういうとこからパーンってもう低いから、それは勝手にクラブがそういう動きになってるんです、でも意識の中ではやってませんと、はい、そういう体のスイングなんですということでね。はい、続きましてジャスティン・マルボーズさんですとよく耳にしますね、山竜ピロ教祖さんの小暮さんもいつも楽しく拝見してます、早速ですが質問よろしいでしょうか、はい、アプローチのグリッププレッシャーはどのくらいですか。あ、またその他のクラブのグリッププレッシャーも教えていただけると助かります。私は全てのクラブを緩く握っているのですが、アプローチの時はパンチが入ったりして安定しません。あ、アプローチは強めに握ってもいいのですかね、ご教示ください。強めに握ってください。何決めつけてるんですか。いや、もうリュウタに聞いたの、これ結構なあれですよ、クッと握ったの、ここに右手をこうって言ってたの、うん、じゃあ自分は何人の意見です、する、何や俺そんなこと言うんだったら考えてないですよ、グリッププレッシャーは。いや、考えろよ考えたくないですよ。来た、
来たもだから野球で言ったら、いや、お前野球で言わなくていいよ。ゴルフで言ってくれよ。初めから握れない。いや、お前のプレグリッププレッシャーを言ってくれよ、上手い人。え、俺も別に上手いと思ってないけど。だから、いや、俺よりは上手いと思ってる。上手い。確実に上手い。それはそれはしょうがないけどな。だから、アプローチに当たって別に、え、何も考えてない。もう、グリップって感じ。好きなように握って。え、だってこれガッて握ったらもうこっちも力入っちゃうもん。こうだけ力握るって俺無理だもん。俺の感覚っすよ。こっちまで力入っちゃう。俺、うん、でも、俺はある程度握ってっかな、もしかしたら。あ、この間のね、僕に罠仕掛けた硬いバンカーは握ってた。握ってるね。うん。だから状況によるでどうすか。もしなくなったらそれは握りますよ。あのでもリュウタはアプローチはやっぱしっかり握るって言ってたもん。あ、まあね、うん、あれね、俺それ言ってるの分かるのは、俺もね、適当に握るとか言っときながら、ライ悪かったら根こそぎ行きたいから、なんかさ、ちょっと殴った時にさ、変な動きしてもらいたくないから、それは思ってる。分かります？ていうか、小暮の感覚だけど、でもおそらく多分握ってるよね。多分ターンって入れる人が握ってないなんてありえないの。だから小暮が三角形のこういうアプローチするんだったら別に言わないけど、小暮もやっぱある程度こうやってターンって入れるんだから、やっぱ握ってるよ。いや、そんなこと言うんだったらインパクトの時には握ってる。初めからは握ってない。だから初めからこういうふうに握ってたらさ、もうあとの俺はね、ずっと握るの嫌いなんだ。インパクトは握ってる、うん、小暮はね。だから硬いバンカーの時はその油断しないで絶対握るなっていうぐらいの握りでも、だからあんま強く握ったらもう指導できないです。指導ができない。え、いや、いいよ。それでいい。それだって、それは強くに、ここでさ強く握った方がいい、それでって言ったらさ、強く握れない人がゴルフダメみたいじゃん。いや、そういうんじゃないです。別にそういう意味じゃなくて、でもある程度握ってるでしょ。握ってますよ、うん、ある程度っていうことでいいんじゃないの。ある程度だからアプローチに関しては、あの普通のショットよりも握ってますとかさ、そういうことでいいんじゃない。俺は普通のショットぐらい。そしたら俺は普通のショットよりも握って、なんでか左手ウィークになって、自慢じゃんみたいなさ、カメラ映ってないからウィークの自慢じゃん。やかがしやけど、普段こうだけどアプローチこうみたいな。だってそうだもん。ということで、あれか、他のクラブもはどうですか。だから小暮は全部一緒に、大体一緒。もうあのテンション、まあ、その日の体調にもよりますけど、うん、まあこんなもんかなぐらいの感じ。もう俺も基本的にはあのアプローチ以外は全部マンフックに握るから、うん、多分おそらく勝手に握れてると思う。そう勝手がいいですよね、うん、打つ前にこの強さでスイング決めたくないですね、うん、まあね、うん、っていうことでいいかな。はい、続きまして、まだ話終わってないよ。ないないない。だからさ、なんだっけ、人のグリッププレッシャーがさ測れる器具なんか作ってくんないかな。グリッププレッシャー測定器。だって人によって違うんだから。だからそれを測るの、誰々選手はどのくらいだって。だって日によって違うじゃん。平均取りゃいい、この時の。だからドライバー手の大きさにもよってさ、グリップの太さにもだからそれを測る測定器があれば、あ、そうなんだって。別にいや、そうなんだだけど、うん、見てる人たちには何のプラスにもならないわけじゃん。小暮、いや、今回答したけどさ、龍太はしっかり握ってる、小暮はインパクトでしっかり握る、俺もある程度しっかり握ってる、だけどその圧の強さによってさ、その細かく出ちゃったら、またアマチュアの人たち、じゃあプロたちが38キロで握ってるんだったら、俺らも38キロで握ろうとかっていう指標が増えるだけの話であって、いやだってさ、人によってさ、強さが俺、強く握ってるって言ってもさ、握力ないんだからさ、弱いじゃん、結局。ジャンボさんの弱いよりさ、俺が強いになるじゃん。そんなこと。いや、そうだけど、そんなのはいらない。そんな数値出してどうすんだよ。面白いじゃん。じゃあアプローチ上手い人は50くらいで握る人だとかってなったら、うん、握る50で握れなかったらお前どうすんだよ。変なイチャモンやめて。いや、そういうの気にするから、そんなのはいらないんだって。なんで？感覚でいいんだから、こんなのは。感覚でやらないからみんな難しいんだよ、ゴルフって。だからおかしくなことになっちゃうのよ。感覚でできたらこれほど楽しいもんはないんだから。だから数値に、全部数値にしないでほしい。今ね、
なんか今俺にぶっこんだ今感覚でできればこれほど楽しいものないって言いましたよ、ね、うん、一回さなんか感覚でできるコース作りましょうよ。なんだよそれ、なんで感覚か、いやそんな簡単だよ、矢で地全部取ればいいんだよ。そうだよ、だから今そんな言うだからまず初心者コース、初心者だから俺ね一つ思うのが、俺ね初心者の人がコース行って100もう120、130、150とか打ちのめされちゃって多分やりたくなくなるんですよ。コースも行きたくないし練習にも当たらない。分かんないよ、一緒に回る人が楽しかったら別にいいんじゃないの。まあそれはいいとして、初心者用のコース作ってないから、初心者は、まあ、例えばバンカーがないコースとかね、 OB がないコースとかそういうコースを作ればさ、まずそこで雰囲気掴んでとかさ。いやそれはショートコースでいいんじゃないの。 前にも出たけど、だってショートコースもやっぱやる。でもショートコースで別にさ、どんなミスしようがさ、ネットもあるしさ、あの短い距離でさ、そんなクラブもいらなくて、ゴルフっていうものをちっちゃく体験できるじゃん。まあね、ただもドライバー打たないじゃん。いやそんなの別にいいんだって、打つドライバー打つ打たない関係ないの。一番楽しいじゃん。ゴルフを楽しく、いやドライバー当たるから楽しいんだ。当たんなかったに人間にとってはドライバーこんな苦痛なことないんだ。だからそういう練習しなきゃ。もうちょっと喉枯れてきちゃった。お前が変なもんぶち込みするからよ。いや、それはね、そういう感覚もあるよ。それは初心者専用のゴルフ場。じゃあ、あの初心者ってじゃあ何だ。初心者、初めてコース行く人、まあ初心者で。え、それは自覚。自己、だから ゴルフってさ、あれじゃん。自分の判断のスポーツじゃん。いや、そうだよ。うん、だから自分の判断で、それは。なんか変なイチャモンつけられそうなかぶしてるからね。ねえ。話戻しましょうか。いや、っていうことで大丈夫でしょ、これはね。あのグリッププレッシャーね、人それぞれですけど、まああのリューターしかり、小暮しかり、俺はある程度握ってます。リューターはしっかりって言ってた。本当しっかりって言ってた。ということでいいかな。